皆様こんにちは。本日は世界女王から学ぶ困難を乗り越える力、ビリーブインコネクトと題しまして、元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんと困難を乗り越える人のつながりをテーマに対談を行っていきたいと思います。申し遅れましたが、本日のファシリテーターは私、早原理沙が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに皆様にお願いがございます。本日のテーマである強いつながりについてご理解できた方は、 YouTube 上のグッドボタンを押してください。また YouTube の画像の下にアンケートの URL を貼り付けておりますので、そちらのご回答の方もよろしくお願いいたします。それでは本日の主役、杉山愛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして杉山愛さんと対談するのは、公益社団法人日本青年会議所関東地区協議会副会長、堤圭司君です。よろしくお願いします。まずは簡単に杉山さんのプロフィールをご紹介させていただきます。杉山さんは4歳でラケットを握り、15歳で日本初の世界ジュニアランキング1位に輝いてから、17歳でプロに転向し、34歳まで17年間プロとしてご活躍されました。グランドスラムでは女子ダブルスで3度の優勝、オリンピックには4回の出場経験があり、華々しいご経歴をお持ちです。また現在ではそのご経歴が評価され、ご自身の持ち前の明るさを生かし、情報番組などのコメンテーターやテニススクールの講師など幅広くご活躍をされております。第1部といたしましては、その杉山さんの世界女王への軌跡をお話ししていただきます。今改めてご経歴聞いたんですけど、本当に素晴らしいご経歴で、いえいえいえ、ちょっと言ってお聞きしたいんですけど、はい、そのテニスを4歳で始められた時のきっかけっていうのは何かあるんですか？きっかけは両親がテニスを遊びでやっていまして、家族みんなで楽しくテニスができればいいねというスタートだったんですけれども、まあ、週末父も母もテニスクラブに通いながら楽しんでましたので、そこにこうついていくような形で、まあ、ラケットを握ったのが4歳になるんですけれども、まあ、とにかくこう体を動かすこととかが大好きな子供でしたので、テニス以外にも体操教室に通ったり、あと水泳教室にも行ってみたり、あとこう綺麗なコスチュームに見せられて、はい、クラシックバレエとかフィギュアスケートとか、そういったこともいろいろやらせてもらってたんですけれども、やっぱり最終的に一番好きだった、一番楽しいと思ったのがテニスでしたの でテニスはもっとやりたいっていう風になっていきまして、はいはい、でまあ、最初は本当週1回ぐらいの稽古事だったんですけども、それが2回3回と増えていって、最終的にはたまたまなんですけれども、家から車で15分ぐらいのところに本格的なテニスアカデミーができまして、はいはい、でそちらに今通い始めると同時に、今週5回ぐらいですかね、ほぼ毎日学校終わってから3時間から4時間というような、もうテニスに没頭する日々が始まりまして、なので小学校2年生ぐらいから、まあ将来は海外で活躍できるプロテニスプレーヤーになりたいっていう夢が見つかったんです。2年生の時から。そうなんですよね。そういう意味では本当に早い時点で自分の大好きなことに出会えるっていうのは、はい、ラッキーだったなって今振り返っても思います。なるほど。私事なんですけど、サッカーをずっとやっていて、はい、J リーグ開幕した頃に始めたので、うんうん、まあ、ちょっとプロになれるのかななんて勝手に思ってたんですけど、やっぱり全然甘くて、でもきっかけはいろいろ、まあ、私もその J リーグってなりましたけど、うん、やっぱりスポーツから学ぶことって非常に多かったなと改めて思いますね。そうですよね。本当に、まあ、今でも仲良くしているのがその頃のつながりというのもありますし、結構プロを目指す子どもたちが100人ぐらい集まっている大きなテニスアカデミーでしたので、はい、そこから、まあ、全日本チャンピオンが生まれたり、世界で一緒に戦えるようなレベルに行った子が結構多かったんですね。なので今でもつながっているので、はい、もう40年ぐらい、はい、つながってます。今でも一緒にやられたりするんですか？そうですね、たまに。もう引退してから、はい、10年以上経つんですけども、ウィンブルドンのこうレジェンドというのに2年前から招待されまして、でそこでこうやるので、その前にちょっと練習したいなということで、はいはい、その時当時のからずっと一緒に仲良くやってる仲間に声をかけて、はい、ダブルスとかはちょっとやったりはしてます。まずそこが原点ですね。そうですね、はい。あともう一点お聞きしたかったのが、17歳で今プロになられて、高校生じゃないですか。そうですね。学校生活っていうのはどうだったんですか？
湘南白百合学園という、結構お勉強もしっかりとやらなくてはいけない学校に、幼稚園から中学までは通ってたんですね。テニスやってるからじゃあ勉強はおろそかにしていいかって言ったらやっぱりそうではなくて、そこはもうある程度まではいいしっかりとしたレベルにはいたいなという自分のこう気持ちがありましたので、でもやっぱりこう中学の勉強もすごいスピードで進んでいきますので大変ではありました。学校生活をお休みして2週間ぐらい海外遠征に行くと、ものすごい量のこのね課題であったり、教科書もボーンって飛んでたりするんですけれども、すごく仲いいお友達が私専用のノートを作ってくれてまして、でここ出るとかテストに出るとかここ重要とかをですね本当に綺麗に書いてくれてたので、帰ってもそのノートで必死に勉強すればなんとかテストも頑張れるっていう、本当今でもそのお友達とも仲いいんですけれども、やっぱり仲間にも恵まれてたなっていうふうに思いますし、で今度白百合の、ずっとエスカレーター式でつながっていますので、普通みんなこう中学高校とそのまま行くのが通常なんですけれども、私自身はやっぱりじゃあ本当に何がしたいのかっていった時に自分はもう明確なものが見えていて、もうこの頃には結構もうプロは近いうちになって一般の方にチャレンジしていきたいっていう気持ちが固まってたんですね。ですのでじゃあ進学っていう風になった時にテニス中心の生活ができるような学校へ移った方がいいんじゃないかなという風に思いまして、スポーツクラスがある湘南工科大附属高等学校っていうところに進んだんですけども、ただやっぱそこでこうね学びながらも自分のイメージよりも自分のこう結果が出ていって、こうガッと伸びた時期が多分今振り返るとその時期だったんですけれども、高校は普通に卒業しようとは当時入学の時は思ってたんですが、やっぱりどんどんトライしていくことによって、今プロにならなくちゃな、今なっても早すぎることはないなというのが高校2年生できまして、高校生でプロになるっていうふうになりますと今度は学校関連の大会インターハイとか全国選抜とか、そういうのに出られなくなってしまう。あー、なるほど。で出られなくなると学校側としては高潔を認められなくなるというふうになるので、そのバランスがとても、難しくて、で結局、プロになりました。でもこう高潔が認められないので出席日数計算して自分の遠征決めるっていうのはこれ本末転倒かなというふうに思いまして、湘南高校の通信制に編入しまして、高校3年生の1年は2年かけて卒業しましたので、その辺のこうやっぱりね学校に行ってる方が楽な部分もあって、通信教育ってやっぱりやらなくちゃいけないので、でもそこでも本当先生方が温かくサポートしてくださって、高校は卒業したいという気持ちが大きかったですから。大変ですね本当に。でもね自分がやりたい道に進んでいるので、さらにはやっぱりね勉強も必要だなっていうふうにすごく感じていたので、高校は卒業しようというのは自分の中ですごく強く思ってましたし、また日本に帰ってこう学校生活っていうスクーリングに行ったりするとなんか新鮮な気持ちで学校にも行けたりするので、それもすごく楽しかったですね。私も、さっき申し上げた通りサッカーをやっていたんですけど、高校の時の恩師との出会いっていうのはすごく自分の人生の中でこうターニングポイントというか、その後の人生の中でも本当にこう自分の人格形成していく中でいい出会いだったなっていうのがあって、その先生っていうのはよくグラウンドは嘘つかないっていう口癖のようにおっしゃってたんですよ。ですごい厳しい先生で、人格者というか曲がったことは大嫌いみたいな感じなんですけど、合宿に行ってその宿舎に泊まるとその次の日の朝はもう布団ピシッとこう畳んでゴミ一つなく借りた時より綺麗に返せみたいな先生で、本当にグラウンド外のところでたくさん学びをいただいたんですよ。そういう先生もですね本当に熱い先生なんですけど、実際は職員室禁煙なのにタバコ吸って校長先生と喧嘩しちゃったりとかですね、結構むちゃくちゃな先生があったんですけども、本当にそういう人と出会えてよかったなと今本当にすごい思っていて、なんか愛さんもこう誰かそのコーチとか先生とかなんかそういうターニングポイントになるような出会いとかっていうのはあった？そうですね、でもやはり私自身ジュニア時代からプロになる時も、仲間にも恵まれてましたし、あとはそのテニスクラブのコーチ、指導者のこの力っていうのもすごく重要なんですよね。やっぱりテニスを通してこうみんな頑張るわけですよね、必死に頑張る、で常にうまくいくわけではないので
もう本当心がこうズタズタになってしまう時期もあるんですけれども、ただやっぱり仲間がいることによってすごくその行けば楽しいっていうか、はい、このあの学校の生活とはまた全然違ったテニスクラブの生活があるっていうのが私にとってはとっても支えになっていて、学校はやはりね、あの白百合は厳しい、校則も厳しかったですし、お勉強も大変だったので、はい、あんまり学校生活楽しんだ記憶ないんですけれどもでもやっぱりこれ終わって、よしテニスクラブ行くぞってなったら、本当にこう思い切り自分の好きなことできるっていう時間は最高に楽しかったので、なのでこう母にはこれやんなかったらテニス行かせないわよぐらいな感じで逆手に取られるというか、それぐらいテニスが全てのこう原動力にはなってましたね。あとテニスを、先ほどもその、活力の源っておっしゃってましたけど、はい、やめたいとかって思ったことはないんですか？正直ないんですよね。その子供の時は大好きだったので、はい、その気持ちが本当に大きかったので、はい、やっぱ好きこそものの上手なりですし、なんかこう厳しいトレーニングも実際振り返るとしてたんです。たくさん走らされたり、その時はもうなんでこんな走んなきゃいけないのよとかぶつくさ文句は言ってた、言いながら子供の頃やってたんですけど、それも楽しかったんですよね。プロ17年間やらせてもらいましたけど、自分で言うのもなんですけど順調すぎるぐらい順調な時間帯が流れていて、ある意味こう順調にいってしまったからこそ、本当にプロになってこうある時期に壁がぶち当たってくるんですけれども、その時は本当にこうなんだこりゃというか、大きな壁がドーンと立ちはだかったので、乗り越え方とか向き合い方を全く経験してなかった、そのツケじゃないですけど、そういったものが25歳ですね、初めてこうスランプというのを訪れた時に経験して、今振り返っても一番大変な時じゃあもう やっぱりプロになってからの方がもう大変だった。そうですね、それまでは本当自分の好きなことをやって大好き大好き でそこにいろいろな実力がついて、自分のイメージしていたものよりも速いスピードで成績が出てくれたっていうのが ありましたの でまたジュニア自体は、ジュニアって18歳以下なんですけれども、18歳以下の試合に14歳ぐらいから出始めて、出ればこう優勝、出れば優勝みたいな時期があったんですね。なので思った以上にこうどんどんランキングも上がって、15歳気がついてみれば世界ナンバーワンっていう風になってたんですけども、でも当時の目標ももうプロが目標だったので、ある意味世界ジュニアランキング1位になるぞっていう目標を掲げてないからこそ、一つの通過点として見ることができて、よしじゃあもうここは1位だけど次だな、一般の方にトライしようみたいな、そこもスムーズに転換できたのは自分にとっては振り返ると大きいですよね。なんかそこでそこの目標を達成したあーってなったら、多分それからなかなかモチベーションも上がらなかったでしょうし、なんか一つのこう通過点として見られたのは、自分のプロの道が17歳という、日本全体で考えたら早いスタートを切れたのもそこか、一つつながるとこかなと思います。なんか今もうすごいこうさらっと優勝してっておっしゃってましたけど、すごいことですよね。いやいや、なんか本当にその時はね、怖いもの知らずで、出ることも、国際大会出ることも一つずつがワクワクして、すごい外国人とテニスできるとか、テニスを通して海外に行けるとか、普通の中学生では経験できないことをテニスをしてたからこそ経験できたっていうのがあるので、一つずつがすごく自分にとってプラスだったので、もう振り返っても楽しい日々でしたね。なのでね、第2部ではプロになって、いろいろ遠征の、そのこうね、ストレスもありましたし、そのストレスの対してどうしていいかっていう過ごし方であったり、スランプも25歳で経験して、それも一応乗り越えたからその先のキャリアがあるので、そういったことをお話しできたらいいなと思います。